1月26日木曜日、白山町日本木にある白山総合文化センターで第17回津市社会福祉大会が3年ぶりに開催されました。津市社会福祉大会は長年にわたって地域や社会のために力を尽くし模範となる活動をした個人や団体を表彰するとともに、支え合いや助け合いなど福祉の心を広く啓発しようと開催されています。この日は地域の福祉に関わっている個人や団体などおよそ200人が参加しました。大会の冒頭、主催者を代表して前橋市長がそれぞれの地域の取り組みが津市の社会福祉全体の力です、コロナ禍で社会福祉活動が皆さんの思いのままにはできない状況が続く中で工夫して進めていただいていることに感謝していますと挨拶しました。続いて、長年各分野で福祉の増進にご尽力され、その功績が顕著な方々に津市長表彰、津市社会福祉協議会会長表彰が行われました。また、社会福祉に深い理解と関心を持ち、福祉の増進に協力・援助いただいた個人や団体に、津市長・津市社会福祉協議会会長から感謝状が手渡されました。大会の終盤には、支え合い・共に生きる地域づくりの実現に向けて、福祉関係者が一丸となって取り組むことを宣言し、参加者の拍手によって大会宣言が採択されました。その後、大会を記念して81歳でスマートフォン向けのアプリを開発し、世界最高齢のアプリ開発者として世界から注目されている若宮雅子さんを講師に招いて記念講演会が行われました。58歳の時にパソコンに出会った若宮さんは、定年後、母親の介護に追われながらも、パソコンで日本全国の友達と交流を続け、その時の経験から、高齢者にこそ IT は必要と考え、全国各地で勉強会や講演会を行っています。講演では、黒電話に避難指示は届かない、スマホがあれば、きめ細かな情報が届く、心電図が測れる腕時計で健康管理が劇的に変わる、就活で出た不要品はフリマアプリで売るなど、高齢者向けの IT 活用法を紹介し、参加者は興味深く話を聞いていました。